まあ損して得取れってやつですかね。私もね FX の商品安いのあるんですよ。この前 Zoom の夏季講習っていうのありましたね。これがオリガルヒ生さんは無料、速稼塾生さんは19,800円で、一般は39,800円で、それぞれ応募というかね参加者があったわけですけども、このライブ放送じゃないけどアーカイブの動画を今日からね1万円で販売してるんですよ。で、特典はその前の月に出した補助教材っていうのをつけて、それから当日使ったレジュメっていうのを、まあ、ペーパーのやつね PDF でお付けするみたいな感じでね、結構お得感が出るかなと。しかもこの夏季講習っていうのは1年間オリガルヒで問題解決ができたポイントを365日分集めてギュッと90分に凝縮しましたんでね、それこそ私がね3秒の滞りもなくずっと90分喋り続けてる、ものすごくね私としてもね、あ、やりきったなってやつですね。はい、だからいろんな商品とかいろんな形を用意しておくってことは人間関係においてもそうだし、さまざまなことにおいてね、ビジネスに関しても重要かなと思いますよね。で、車のね交通事故の件でもいろんな自分を用意しておけばいいのかなと思うんですよ。例えば譲り合う自分とかね、それから逆に譲らない方が事故が少なかったりするんですよね。なんかこの離合するときにどうぞどうぞってお互いにずっと言ってて、でまあそろそろ行こうかなと思ったら向こうも同じように考えて、まあ一緒にね勤めちゃったみたいなのがあったりとかね、うん、そういうのもありますんで、その見極めが大事っていうかね。まあ交通事故が起きるのはやっぱり道路を使って自分は移動させていただいてるっていう風な、ありがたい気持ちじゃないですかね。やっぱりタクシーの運転手の方に聞いたんですけども、普段私たちは皆さん の移動に使ってる道路で、まあ、唯一と言ってもいいぐらい売り上げを上げさせてもらってる業種だから、気持ちよく仕事をさせてもらうためにはもう皆さんにね受け入れられる必要があると。タクシーのうんちゃんはダメだよねとか、タクシーのうんちゃんは乱暴だよねとか言われないようにしなくちゃいけないという気持ちでやってるんですよっていうふうに言われましたね。まあ、他にもね、タクシー会社独自 そのマインドセットの研修ってあると思うんですけども、結構ね、素晴らしかったと思いますよ。一部しか聞かなかったんですけども、じっくり一日中聞いてみたいなと思いましたね。ちなみにね、広島の燕交通っていう、なんですかね、タクシー会社さんはレンタカー事業もやっていて、何だったかな、センチュリーのレンタカーをしてるんですよね。センチュリーのレンタカーとか高級車をちょっとやってみたみたいなのがありましたけども、ちょっとね新聞載ってましたね、地元のね。いってらっしゃい。